現代は都市の時代と言われております。人、物、金、情報が集まるこの大都市ではイノベーションや新たなムーブメントが次々と起こり、それが世界に発信をされます。現代はまさに都市の磁力が国を牽引する、そういう時代であろうと思っております。東京は先ほどもちょっと申し上げたけども、本当にそのやっぱ2020年っていうある意味目標年度ができたと。その中でいろんなものがこう動いていく、ものすごく活発に動いていくっていう、そういうムードと環境と、それから各社の実際のプロジェクトも計画、そういうものができているというふうに思います。だからまあそれを確実にできていけば東京は変わってくると、そういうふうに思います。日本のマーケットというのは、そのある今までの中でやはり中国とかいろんなそのマーケットがありますけども、そちらの方が多くの成長をすると、日本は低成長だと、東京はというふうに見られていました。だからまずは中国に投資をして、まあ、最後日本だというところが、日本がこれから成長するというところのマインドは全然変わってきているので、そういう意味では海外の投資も入ってきている、まあ、円安も含めてやっぱ経済が好転しているというふうには見ています。立場も国境も異なる人々が24時間を安全かつ有意義に使うことができる、ワクワクするような時を過ごせる、そういう都市を再構築することによって都市の磁力は高まると思います。それが世界の人々から選ばれる都市になり、引いては都市再生をもたらす、そういうふうに考えております。いや、日本はやっぱ楽しいですよ。その食べ物も美味しいし、歴史もあるし、見るところもあるし、観光資源というのはたくさんありますし、おもてなしもできるし、だから安全だし、これは観光客にとってもいいと思うし、だから日本もそういう観光客を増やす政策をやってますから、オリンピックの時には2000万人って言ってたのが3000万人っていう声も聞こえてきて、今まで1000万人超えるのずいぶん時間かかりましたから、そういったふうに変わってくると。だからまあアジアの中でのやっぱり中心であり、アジアのヘッドクォーターも集まる、観光客も集まる、そういう都市づくりをしていかなきゃいかんと。だからまあ官民政治も合わせて、みんなで一体となってここ何年か勝負していくと、そういう時代だと思います。アジアの諸都市というのは今目覚ましい発展を遂げています。しかしながら急激に成長する、それがゆえでの都市問題も抱えている、そういうふうに思います。それらの課題の中には、日本がこれまで多くの試行錯誤を繰り返しながら解決してきた、こういうことが多々あります。ここに集う私たちはライバルであると同時にパートナーであります。さらに都市の未来に対する責任、大きく見れば地球に対する責任ある重要なビジネスに携わっている、そういう仲間であります。やるべきだと思いますけど、そういう意味で来年またお会いしましょうと言いましたけど、できればいいと思いますし、やるべきだと思います。来年のミフィクジャパンではさらに進化した東京、日本の姿を皆様にお見せできると思いますので、ぜひご期待いただきたいと思います。また来年お会いしたいと思っております。皆さん本当にありがとうございました。